よギガチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。テレビアニメ戦国超人以外に出演している今川葵です。この番組はですね、今年の10月8日より放送開始のテレビアニメ戦国超人以外並びにコンテンツの情報を発信し応援していく YouTube オフィシャルミニ番組です。というわけで、ついにギガチャンネル始まりました。イエイ。僕、前田利家役の今川葵がやらさせていただくんですけども、本当にいきなりギガチャンネルの担当をちょっと任されて、ちょっとタジタジしてるんですけれども、手探りでやっていきますので、よろしくお願いします。はい、ということでお届けしていますギガチャンネルですが、皆さん、テレビアニメ戦国超人伊賀こうは見ていてくれてますかね。どうですか。戦国超人伊賀といえば、墨絵で描かれてる番組なんですけれども、どの番組、どのテレビアニメでも見たことないっていうか、僕的にはすごい初めてな画風だったので、すごい新鮮でした。僕は僕、前田利家役は犬のキャラクターなんですけれども、その前田利家役が幼い頃の名前が犬千代だったらしくて、それが由来で犬のキャラクターらしいですよ。そして僕が今着ている信長 T なんですけれども、これなんで信長 T なんでしたっけ。これはですね、昔織田信長にですね、はい、前田利家がね、仕えていたと。仕えていた。そう。ということから、今日は今川さんに T シャツを着ていただいております。なるほど、なるほど。で、僕が織田信長に仕えていたんです。仕えていたということですね。そうなんです。なるほど。ちょっと僕こういうの本当に初めてで。本当にやったことなくて、全然緊張してます。すごい緊張してます。楽に行けとは言われたものの、家ぐらいの感じ。だからやっぱりそうですね、結構白バッグで僕はこういう三脚を置いて撮ったこととかないんですけど、すごい緊張してるんですけど、そうですね、本編もすごい墨絵すごいんですけども、エンディングも墨絵で動物たちがおたげを踊るという、すごい破天荒な発想だと思うんですけど、すごい、なんていうんですか、予想の斜め上を行ってるというか、まさかあんなエンディングになるとは誰も思ってなかっただろうって感じでした。結構やっぱ踊りということなんで、僕は実は娘というグループでダンスボーカルをやっていて、いつかちょっと踊ってみたいなって思ってたりしています。さあ、ここからは戦国超人伊賀に関するお知らせをお届けしたいと思います。いきなりスペシャルなお知らせです。はい、この度戦国超人伊賀に新しく追加キャストが決定いたしました。イエイ。皆さん気になりますよね。はい、なんとなんと俳優の上田圭介さんの出演が決定いたしました。僕は面識はないんですけれども、ジュノンボーイの先輩が出るということで、すごい嬉しい気持ちです。なんと上田さんが出演されるのは本日放送の第12話、水攻め。そして12話はですね、年内最後の放送回なので、ぜひぜひお見逃しなく。はい、2番。そして現在 KBC 他で好評放送中のテレビアニメ戦国超人伊賀のテーマソング GKJ でお菓子会のフルバージョンが配信決定となりました。こちらはですね、12月24日土曜日のクリスマスイブに配信開始いたします。よろしくお願いします。各種配信サイトで配信が始まっておりますので、詳しくは公式ホームページをご覧ください。よろしくお願いします。3番。そして戦国超人伊賀の上映会イベントが決定いたしました。来年開催いたしますので、詳細をお待ちください。随分ざっくりしてますね。当日は会場でグッズの販売があるそうです。僕が着ているこの信長 T シャツも販売いたしますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、さて、お送りしていきましたギガチャンネル、あっという間にエンディングの時間となってまいりました。皆さんは楽しんでもらえたでしょうか。いや、僕は本当に初めての経験すぎて、緊張しっぱなしで、すごい至らない点が多かったと思うんですけど、番組では皆さんからのコメントをお待ちしています。アニメの感想、ギガチャンネルの感想を戦国超人伊賀オフィシャルツイッターにてどしどしお寄せください。その際はですね、
ハッシュタグギガチャンネル、チャンネルはあのひらがなですね、ギガチャンネルのハッシュタグを忘れずによろしくお願いします。はい、そして次回の番組更新日ですが2週間後の1月7日土曜日です。ギガチャンネルは隔週配信なのでご注意くださいね。今後ゲストも呼んでいけたらいいですね。どうですか先輩など。あれですね、はい、今沢くんにやってほしいこともじゃあコメントで募集しましょうか。あの今後このチャンネルで今沢くんにやってほしいことも受け付けます。はい、マジですか。エローション相撲とかですか。なんでそういうこと。でも犬にちなんだことがいいかもしれないですね。前の通信役なんで。はい、というわけで今川葵の今後もお楽しみによろしくお願いします。というわけで今回のゲアチャンネルはここまで。ありがとうございました。今川葵でした。バイバーイ。